トゥトゥトゥなはら、ななはら、これも映ってる。あ、映ってる。よう、ながら、久しぶりだな。まあ今、スバイトのね、休憩時間を使って動画撮ってんだけどさ。お前今広告飛ばしただろ。ああ、そんなやめてよね、本当に。うん、私もね、YouTube 一本じゃちょっと食っていけないから、まあこうして、整備の日雇いに来てんだよ。うん、まあ後ろのあれ、まあミレニアムなんちゃらって言うんだけど、まあ分かると思うけどね、まあ常識だから。今ね、あのレーザーキャノンをね、新しいものに交換してるとこなんだよ。でこいつがパワーコアから直接こうエネルギーを得てな、であとはまあもともとはねブラスターをまあ乾燥させたもんなんだけどね。まあそれからまあいっか、この話はもういっか、ごめんごめん。まあこっからが本題なんだかな。長原、ナナハラ、ナナハラ、ナナハラ、ああ、ちょっと固めつぶんのやめろ。うん、ちょっとちゃんと聞けよ。ナナハラ、YouTube 始めないか。 YouTube はちょっと待って、ちょっと待って、ナナハラ、痛いな、もう今 BB 絶対痛いでしょ。 BB8 Go to sleep。 よし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 、いやー、どこまで行ったっけな。あ、そうだ、聞いたぞ、ななはら。お前 YouTube 収益得ることに嫌悪感感じるそうじゃないか。だからな、お前のその才能さ、埋もれたままにするのはもったいなすぎる。まあ、例えるならな、こういうこと。年末ジャンボの当たりくじがあるのにあえて換金をしない、あえてあばらの道を行くことと同じことなんだよ。わかるか、あばら道。なんであえて苦手分野の道を選ぶんだよ。 ADHD は50人に1人の割合なんだよ。普通の仕事は他の人がやってくれるさ。私たち ADHD は YouTube をやればいい。動画のネタがない？大丈夫、私がプロデューサーになって全部考えてやるから。その代わり収益を3割はもらう、残りの7割は七原のもんだ。どうだ、悪い話じゃないだろう。でちょっと、まあ、流れを考えてきたんだけど、まあ、YouTube 始めて最初の3ヶ月はいつも通りの生配信で大丈夫だ。もう普通に日雇いの話で OK。 で3ヶ月後まとまった収益が入る。その収益を全額使って FX 配信、まあ、ここで全額溶かす。あと他にもねネタも考えてきたんだけど、まあ、合コン、マチコン、ガールズバー生配信、まあ、これで1年後には登録者150万人、2年で500万人だ。もう視聴者側から見たらこいつ金が入ってもダメダメだなって安心させる、まあ、だけど裏ではこう、あ、ちょっとごめん、あ、ほんとちょっとごめん、ちょっと待ってね。おい、お前だよ、お前何しろ、さっきはブン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 さ、お前今動画撮影してるの分かんない。あ、お前ちょっとやんのか、やんのか、お前は。ああ、ちょっと静かにしてよな、ほんとに。ああ、ごめんごめん、ちょっと変なとこ見せちゃったね。で何のお話したっけ。あ、そうだ、あの裏ではまあこんな感じっていう、まあ、再現 V を作ったから、ちょっとこれを見てくれ。ようやく俺もここまで来たぜ。母ちゃんにも親孝行できたしな。ただちーちゃんのラインブロックが未だに解除されてねえんだよな。なんで？まあそのうち解除してくれるか。それにしても日雇いやってた頃が嘘みたいだな。一時期は CAD を覚えようとしたこともあったっけな。あの時は堅くなに収益化を悪だと思い込んでいた自分が恥ずかしいぜ。あんなクソの役にも立たない暗黒ルールを捨てた途端これよ。
してもしたりねえな。誰だこんな時間に。はいはい、今開けますよっと。お前はアルパか。ごめん、急に押しかけちゃって。なんだよ今さら。私気がついたの、今まで遠回りしてきたけど好きなのは七つだけってこと。私たち最初からやり直せないかな。遅いんだよ。なんでよ、こんなに好きなのに。だってお前妊娠してるやん。せめて産み終わって半年後ぐらいにまた来てもらっていいかな。どうだった？ YouTube 始めればまあこうなること間違いなし。っていうかね、こうなるだって私見てきたの。ここがお前のシュタインズゲートだ。まあ、ただここでやんなかったら、あ、これ。はい。まあ、お前のもう一つの世界線だ。うん。まあ、ここが人生の分岐点。まあ、好きな方を選ぶといいよ。シュタインズゲート選択ってやつだな、これがな。私ごときの収益で、まあ、七原のね、月収の10は多い。つまり、まあ、七原がこの間言ってた、ピースの角度の人は、まあ、計り知れない額ってわけね。まあ、それだけ名前売るってことは才能ってことなのよ。だから表ではまあダメを演じ続ければいい。つまりビジネスダメだよ。何？バレる？あ、大丈夫だって。あのね、ナナキッズはそんな頭良くないから。まあほぼチンパンジーに毛が生えたようなもん。実際私のね、ディープストライカーの時もあのひいおばあちゃんが本気で買ってきたと思ったやつ結構いたから。まず YouTube はキッズ多めだから、もうナナハラのサムネ大爆笑で、なんでって言い続けたらもう大満足で、ゆくゆくはもうこれもんだから。あ、というわけで、まあ、ちょっとね、興味湧いたら連絡してくれ。まあ、それじゃあ、あ、ちょっと待って。やっぱさ、私が6割で七原が4割でいいよね。ちょっと待って、6割やったらいけるんだけど、あー6、あー、まあ6だったらギリなんとかするわ。あ、じゃあ連絡待ってるわ。